もいもいもい、アスクラピア東京です。こんにちは、よろしくお願いします。さあ今日は詰め物についてやっていきたいと思います、はいはい、題して2023年度版詰め物はセラミックじゃなきゃいけないのってことでやっていきたいと思います。歯医者さんに行ってね、虫歯取りました、はい、痛かったから虫歯取りましたよ、はい、これで次何詰めましょうかって言った時にね、あ、来ましたカウンセラー怖い女の人が来てね、個室に連れてかれるわけですよ健康保険で銀歯やったらこんなに悪くなるよ、セラミックだったらこんなに良くなるけど、そうしますか、どうしますか、こんなにしますけどみたいなね、最後言われるわけなんですけど、いや、こんなにすんの、どうしよう、ちょっと一回帰って主人となんて方いらっしゃるんじゃないでしょうか今日はそんな方に送る2023年度版の最新版のね、うん、材料を解説していきたいなと思います、はい、もうね、材料も日進月歩でね、いろいろ出てきてるので、うん、まあ何回もアスクラピアではやってるんですけど、はい、2023年度版最新版で今日はお送りしますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います、はいはい、アスクラピア東京は歯に関する様々な情報を歯科医師目線、経営者目線で発信していく歯のバラエティチャンネルでございます。有益な情報をどんどん配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。じゃあ今日はね、詰め物のということでね、過去に何回もやってるよね、はいはい、でもね、これはいつまで経っても何回配信しても質問されるんです。そうなんです。この詰め物どうなの、はい、この材料どうなの、はい、ちなみになんですけど、外来とかで患者さんに、はい、まあ、よく知ってる患者さんとかだと、例えば退院でこんな高いものを勧められたんだけど、はいはい、これとこれどっちがいいのかななんて結構聞かれることあるじゃないですか、はいはいはい、そういった時によく出てくる詰め物の種類とかってあるんですか。ありますね、はい、セラミックと、セラミック、大体銀歯、金属の詰め物みたいな、はいはいはい、そんな感じです。ま、なんか具体的にはどういう名前で言われたりするんですか。具体的にはまあその金属のだとメタルインレイとかって言ったりとか、はいはい、セラミックだとまあセラミックインレイ、まあ、インレイっていうのは部分的な詰め物のことを言ってる。いや、なんかセラミックっていうともうなんかとりあえず歯科は高そうなイメージありますよね。そうですね、うん、もう気をつけろ。単純にプラスチック、はい、コンポジットレジンと、まあ、ちょっとセラミックとプラスチックの間のハイブリッドとかって言われるものもありますね。なるほど。最近だとグラディアとか、うん、私言われたことがあの EMAX とかって、ね、言われたことありますけどね。で、最近多いのはやっぱジルコニアですね。そうですね。今日ここが分かるようにしっかりと解説していきたいなっていうふうに思います、はい、で、そもそも、まあ、いろいろ種類あるんですけど、コンポジットレジンっていうのはいわゆるプラスチック、はいはい、プラスチックです。これね、実は2023年、実はね、ビッグニュースがあるんですね、はい、これ今まで白い詰め物ってできなかったんですよ。そうなんですよ、ね、型取りをして技工士さんに作っていただくっていうことは、基本的にこれね、詰め物の場合は銀歯じゃなきゃダメなんですって健康保険で言われてたんですけど、なんと現在2023年ではこの詰め物に関しても白いものが健康保険でできるようになりました。はい、いや、素晴らしい。銀歯なんて入れなくていいじゃんって思ってるかもしれないですけど、はい、ちなみに皆さんこれやったことあります？ないですね。で、実はキャドキャムインレイとかって言って健康保険の言葉では言われてて、調べてる方とかっていうのも結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、なんでこれ歯科医師がやらないかっていうところですよね。そこをまず解説していきたいかなと思うんですけど、はい、歯にまずくっつかないでね、これってね。そうなんです、うん、ね、で、金属とかだったら結構ガチッとくっつきますね、はい、これもう昔から使われてる金属材料なので、歯にどうやってくっつけるかっていうのはすごい研究されてる、はい、で、セラミックも割としっかり研究されてるわけなんですね、はい、うん、翻ってこのレジンのものに関してはですね、技工士さんのところで作るとこれ固まりすぎちゃってるんですね、はい、そうですね、固まりすぎちゃっててなかなかくっつけるのがうまくいかないよっていうのが多いんです、うんうん、なので、まあ、よっぽど気をつけてやってあげればもしかしたらくっつくかもしれないんですけど、うん、やはり取れてしまったりだとか、うん、そういったトラブルが非常に多かったです、はい、皆さんちょっと考えてほしいんですけど、部分的な虫歯でちっちゃい詰め物をするときと、うん、全体的に虫歯になってかぶせ物をしちゃった場合って、うん、どっちが治療難しいと思いますか。部分的な詰め物の方が難しい。それ歯医者の答えじゃないですか。歯医者の答え、ちっちゃい虫歯の方が簡単でしょってみんな思ってると思うんですけど、すいません、いや、これ歯医者目線なんですよ。この大きい虫歯っていうのはこうぐるっと削って、実は単純な形態をしてるから歯医者的には簡単なんですよ、うん、コントロールしやすいです、ね、そうなんですよ、はい、で、翻ってこのちっちゃい部分的な虫歯っていうものに関してはすごい複雑な形をしなきゃいけない。歯をどうやって残さなきゃいけないのかな、ここは当ててここは当てないで隣の歯との関係はとかってやってると、はい、結構複雑な、ね、うん、形をしたりだとかデザインになったりとかして、はい、治療
としては非常に難しいんですよね、はい、実はこの詰め物に先立って導入されたのがこの被せ物の方なんですよ。で、うん、でこの被せ物の方に関してはもう補鉄学会って言って被せ物を専門で研究してるそういった研究機関があるんですけど、これ外れてしまうっていうのがね非常に多いよっていうことが知られてます、はい、なので我々はね結構いろいろ苦労するでしょ、はい、しますね。どんなこと苦労するんですか。でもやっぱり取れるのが一番多いですね。あとは割れたりとか。割れるのもある。割れるのもたまにありますね。刃をあまりにもこう残しすぎてしまった場合。なるほどなるほど。材料の厚みを取らないといけないのに残しすぎてしまった場合に薄くて割れてしまってるっていうのはやっぱりありますね。ただここがねすごいポイントで、なんで割れるかっていうとこれくっつかないからなんですよ。しっかりくっついてればあんまりこう強い力がかかったとしても割れにくかったりするんです、うん、だって健康保険で認められてる材料なんですから、そんな簡単に壊れる材料が認められるわけないんですよ。そうなんです。でこれなんで壊れるかっていうと、滑ってですね、そこから壊れ始めるわけなんですね。すなわちこれは被せ物であっても非常に経過がちょっと難しいなって臨床実感我々としてはあるんです、はい、それをもっと難しい部分的な詰め物にやっていくっていうのはちょっとリスクがあるな。やってしまって一時は患者さんに喜ばれるかもしれないですけど、1年2年経って割れてしまいました、外れてしまいましたっていうことで患者さんにがっかりされるんじゃないか、信頼を失うんじゃないかなということでなかなか踏み出せないでいる、 そうですね、そんなような状況が実はこのコンポジットレジンインデーということですね、はい、で次はメタルインデーですね、はい、これは健康保険でも認められてるんですか。認められてます。これはもう歴史が長いですね、うん、なんかこれ銀歯は入れるなみたいなことやってる人とかいますけどね、うん、あれどうなんですか実際。まあ銀歯もやっぱりやりようによってはすごくいい材料だと思いますけどね、うん、完全に銀だとちょっとどうかなと思いますけどね、うん、そうですね。一般的に保険で使われているものは金銀パラジウムっていう合金のものが使われているので、はい、ちょっと強度が高くなってたりとか、いろいろ工夫はされてますね、うん、これもう非常に高い金属でですね、もう我々が学生の時は 1g500 円ぐらいだったんですけど、一時期グラム8000円ぐらいまでだって、はい、現行保険の点数は変わらないみたいなことになってですね、やればやるほど歯医者さんが損する、そんな合金だったんですけど、うん、でも皆さんよく考えてください。これも30年以上健康保険にね、はい、適用されてて口腔内で全く問題なく経過してるケースとかっていうのもあるんです、はい、でよくよくね、なんか銀歯は悪だみたいな、なんかエビデンスとか乗っけちゃってる方とかもいらっしゃるんですけど、でよくよく見ると全然悪いデータじゃないんですよね、うん、ゴールドと一緒だったりとかしてね、うん、なんか銀歯に関しては私はきちんとした形を整えて削ってあげて、はいはい、型取りをしてしっかりと接着してあげて、本当に健康保険とそのまま同じようにもう決められたルール通りやってあげれば決して悪い成績のものではないかなっていうのが私の個人的な印象です、はい、きちんとメタルの形成について知ってるドクターがいるんであれば今だったら健康保険聞きますからね。あのぜひこれは銀歯おすすめですね。おすすめって言っていいのかな。いいよ、まあ、選択肢としてはでもいいですよね。全然ありだと思いますよね、はい。でもこれなんでそもそもこの白いプラスチックの詰め物が健康保険適用されたのかってことですよ。アレルギーの問題がありましたよね。そう、まさにそうなんですよ。でも材料費がすごい高くなってきてですねだって健康保険でやって、だってまあ保険者のお金払う方も困ります。そうです、ね、歯科医師も利益が出なくて困りますとで患者さんも銀歯なんて入れられてとかってやってるわけですよ、はい、で三方よしところが、はいはい、三方悪なんですよ。悪ですね。何かこれに代わる材料を出さなきゃいけないっていうことで白羽になったが立ったのがこのキャドキャム。はい、でも公に言えないですよね。コスパ悪いからちょっとメタルはやめましょうって公に言えないです。いやーそうなんですよ、言えないんですよね、うん、まあ何か変わる材料はないのかなっていうところで今試験的にこう出されてるっていうところじゃないですか、はい、そうです。他セラミックインデーじゃあ行きましょうか。セラミックインデーも2023年度版の、まあ、新しい話とかっていうところだと、はい、セラミックインデーには過去の動画でも詳しく説明してるので、はい、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、はい、ガラスセラミックとジルコニア、はいはい、この2つしかない。そうなんです。ガラスセラミックスっていうのはすごい綺麗だけど歯をこすっちゃってこうすり減っちゃうよって話を前しました、うんはい、ジルコニアっていうのはね硬くてもう全然壊れなくてすごくいい材料なんだけど色が合いにくかったりするんですよ ね、白いんですよね。そうなんですよ。この歯に修正液でビーって白く塗ったみたいになっちゃって境界線がグワッと見えちゃったりするんですよ。で未だに我々もやりにくかったりするんですけど、それってなんでそういう風になってしまうかっていうと光の透過性がすごい低かったりするんですね、うん、でその光の透過性がなんと
高くなったものが出てきてるんですね。いわゆる高等鉱性のジルコニアとかって言ったりして、それがすごい新しいの出てきたんですよね。そうですね。ジルコニアに関してはですね、はい、色はだんだん良くはなってきてるんですけど、うん、従来のガラスセラミックスほどは良くないよってことですね、はい、でも対合の歯を削る削らないでいうとジルコニアが一番優しい材料になりますので、はい、そういった噛み合わせの歯について一番優しいものを選択したいっていう方はですね、ジルコニアも私はおすすめですし、はい、私だったら絶対これにすると思います、はい、色なんて合ってなくてもいいです、別に奥歯は、で、はい、私は思ってしまいます、はい、でもそうは言っても患者さんに喜んでもらいたいじゃないですか、うん、我々目線で言うと詰め物を入れた瞬間鏡見てもらって、うん、うわどこ入れたかわからないって最高の褒め言葉ですね、最高に嬉しい瞬間なんですけど、はい、そういったのやっていこうと思うとジルコニア入れると、うん、あまあまあ渋いですけど、ね、まあうんうん、あんなこんなもんですかね、まあ先生に文句言えないしなみたいな、わかるからね、表情からね、そうなんです、本当に嬉しい時のね笑顔とかって我々知ってますから、はい、ああそっかとかって反省する時もあるんですけど、まあ、決して物としては悪くないんです。もちろんです。なのでこのセラミック飲料に関しては見た目に関してやっぱり気をつけなきゃいけないところっていうのは我々選択してきますね、はい、でそして最後ハイブリッド飲料とかってやるんですよね、はい、ハイブリッド飲料、ハイブリッド飲料って何すか、セラミックとコンポジットレンジンをぐしゃっとやってるんです。まあ、つまりプラスチックってことですね。そうですね、はい、プラスチックですねこれもねちょっとね固めのいろいろこう補強するようなねあの材料がたくさん入ってる、まあ、いわゆるコンポジットレジンですよ。コンポジットレジンが複合のプラスチックですからねこれあの歯科理工学的にはコンポジットレジンのくくりなので、うん、全部そうです。そうなんですよあのハイブリッドハイブリッドって言ってる歯医者さんがいると、あちょっとよく分かってないんだなって私はいつも思ってます。なのでこれキラーワードですね、うん、ハイブリッドって言ってる歯科医師には気をつけろ。確かにちょっとよく聞いた方がいいと思います。歯科用の詰め物のまとめ、はい、ということなんですけど、これいろいろ出てきます。コンポジットレジン、メタルインレ、セラミックインレ、グラディア、ハイブリッド、たくさんありましたけど、はい、実はまとめるとたったの3つ。そうなんです、うんね、プラスチックであるレジン、これ実は健康保険でも適用されてます、はい、ね、そんなに自費治療でやらなくてもできるようになってます。きちんとやってくれるところでやれば、はい、白くて綺麗で長持ちするものができる可能性は非常に高くなってきてま す, そうは言ってもやはりね接着が、ね、歯にくっつくかどうなのって言ったらちょっと心配だなっていう部分もありますね。ね、そうですよね、うん、でそして壊れちゃうかなって言ったらリスクもありますよね、うん、なのでそこら辺で接着のところ、機械的強度のところでちょっとリスクがあるので、はい、そういった面では健康保険でやるんだったら私は銀歯とかっていうのはそう、まあ、未だに変わらないおすすめでございます、はいはい、そしてセラミックス分けるとたったの2つです、はい、でガラス系のセラミックスとジルコニアと2つです、はいはい、でジルコニアに関してはちょっと見た目が悪いけど強度は非常に高い、うん、でもすごく見た目も良くしたい、ね、頬にお口開けた時に、ね、臭い目は全く見えない方がいいっていう方はもしかするとガラスセラミックスの方がいいかもしれません、ね、はい、まあ、担当医の先生によく相談してみてください、はい、というわけでいかがだったでしょうか、はい、2023年度版詰め物のまとめということでやってきましたが、わ、はい、からないことがあればもうどんどん質問していただければ、はい、どんな質問でも真摯に答えていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら